オーブン焼きの陶器で供される伝統的食事。アルバニア料理は、アルバニア人の国内の料理である。様々な野菜、ハーブ及び果物の栽培に適した、気候な、アルバニア人の主要な食事は、昼食で、通常、G、様々な野菜と共にじっくり煮込んだ肉のメイン料理、トマト、キュウリ、ピーマン、及びオリーブなどの新鮮なサラダが並ぶ。サラダには塩、オリーブオイル、 または、レモン果汁のドレッシングをかける。高知部では、燻製した肉と漬物が一般的である。動物の肉だけでなく腸などの内臓や頭部も食材とし、美味と考えられている。乳製品は食事に不可欠であり、アルバニア料理は古典古代に遡る、その長い歴史に強く影響されている。時代につれ、現在のアルバニアの地域は古代ギリシア、 ローマ帝国、ビサンティン帝国及びオスマン帝国に占有、または占領され、それぞれがアルバニア料理にその痕跡を残した。アルバニアには様々な気候系があり、これによりオリーブ及びオリーブオイル、トマト、オレンジ、レモン及びその他多数、ほぼ全ての種類の野菜と果物が収穫できる。アルバニア料理は主要な3種類に分かれるアルバニア料理北部料理。 中央部料理、及び南部料理。アルバニアには、一般的に果物から、野菜、ソース、肉、及び他の多数の様々な食材が使われる。よく使われる食材は、ピーマン、オクラ、サヤいんげん、アーティチョーク、人参、トマト、キュウリ、レタス、および、ぶどうの葉のような新鮮な野菜、及び豆、空豆、エンドウ、黒目豆、ひよこ豆。 レンズ豆のような糖化である。梨、リンゴ、ブドウ、オレンジ、マンダリンオレンジ、栗、クルミ、ヘーゼルナッツは最も一般的な果物とナッツである。ドゥラス、サランダよびブロラなどのアルバニア沿岸部の都市は、魚介類の名物料理に、特に熱心である。人気の魚介類料理には、イカフライ、タコ、コウイカ、レッドマレット、シーバス、ヨーロッパヘダイなどがある。 ハスケンの伝統料理。栗はアルバニアの全国で広く栽培される。タラトールは夏に人気の冷やしたヨーグルトとキュウリの飲み物である。アルバニアのブレク・バクラバは大皿で供されて様々な形に切り分ける。シェカーペアアルバニアのすべての都市にパティスリーがある。アルバニアで最も一般的な次のデザートはバルカン半島すべての地域で作られる。 ありがとうございます。